にちは、カウンセラーの矢本恵美です。今日はヨガのレッスンを終えてグループレッスンね、オンラインでやらせていただいて、15人くらいの方が来てくれたのかな。で、2人はあれなんか急に来れなくなっちゃったみたいなんで、後で動画をお送りしようと思うんですけど、今日夜のレッスンだったんで、眠りにつきやすくなるようなことをしました。ちょっと疲れるだろうなっていうのと、眠りにつけるだろうなっていう、ちょっと疲れさせてっていう。でも初めて十何人の人にやったんで、結構説明しなきゃいけないこととかも多くて、結構長く時間が経ってしまったなと思ったんですね。その中で面白かったのが、やはりヨガのレッスンの最後にこうリラックスみたいなの入れるんですよ。でも今日どうしようかなってすごい迷ったんです。入れたくないなって思ったんですけど、やっぱ入れようって思ったのは、その眠りにつきにくいみたいな方がいたんです。確かご質問のところに、いや実は私ちょっと最近もう寝れなくてみたいな書いてあって、ヨガやれば寝れるかなと思ってみたいな書いてあったんで、じゃあちょっと寝やすくなるようなそのヨガしようかなと思って、ちょっと寝につけるだろうなって、ゆっくり寝れるだろうなっていうような感じのヨガをしたんです、最後の方は。そしてやったら2人ぐらいの人がやっぱ寝落ちしたんですね。2、3人寝落ちしてたなって感じだったんですけど、でもちょっとしょうがない、夜のヨガだったしと思って、終わった後ね、で1人の方が寝ちゃったんですよって言って、いや催眠術じゃないけど、ちょっと寝るようなヨガをやっちゃったから、それしょうがないですねみたいな、すいません、いや私の方もねわざとじゃないんだけど、そういう感じになるだろうなっていうことをちょっと思ってましたみたいな話をして、じゃあいいんですねみたいな、そうなんですっていう話をしてた時に、もう一人の方が、いや私も実はね寝落ちしちゃったんですけど、実は私だったんですみたいないつも本当に寝れなくて困ってたのは私ですみたいな話で、その方がグーグー寝ちゃって、本当に多分薬なさってて、起きないなと思ったんですけど、全員ミュートに、お客様の方ミュートにして私だけ聞こえるんですけど、私が起きてくださいって言っても起きないじゃないですか、それはきっと。だからいいかと思って、ちょっと寝てるかな、この方は寝ちゃってるかなと思ったんですけど、あえてというか、起きてくださいとかは言わなかったんですね。もうそのまま寝ちゃってもいいやぐらいの、でも一応起きなきゃいけないんで、起きた後のちょっと目を覚ます、ポジションというか、そういうことをしたんですけど、その中でやっぱり、ヨガのテクニックってすごいなと思いましたやっぱり寝るってすごい難しいじゃないですか、基本的に寝れない人が。でもやっぱり体からそのアプローチするってすごい強力なんですよね。カウンセリングとかって理論だし頭からだから、やっぱりその時間かかるなって思うことがあるんですけど、ヨガは本当1時間後にねこうやって結果が出るんですよ。寝れないんですとか言ってる人も1時間後にグブ寝ちゃってたりするわけですよ、そのオンラインでも人の前で普通そのオンラインで顔出しとかしてたら緊張して寝れないとかあるじゃないですか。でもグブ寝ちゃってるわけですよ、そこで。だからね、やっぱりヨガのツールってすげえなと思いましたね。今日やっていて、やっぱりグループレッスンで、その普段は私すごい少人数のグループ5、6人とか10人ぐらいのグループしか今までやったことがないんですよね。そういえばと思って、こんな20人近いグループなんて初めてかもと思って、で人数が多くなればなるほど、お一人一人のやっぱり意思とかが強くないとですね、飽きちゃったりしてやらなかったりするんで、お一人一人がやっぱり頑張ってくれないといけなくて、1対1とかだったら目の前にいるからやるじゃないですか、もう恥ずかしいし、でも YouTube 見てるだけだったらもういいかって途中でやめちゃったりするわけですよね。だからやっぱりその顔出ししてオンラインでもやるっていうのはすごく重要で、その時間に顔出しできなくてももちろんいいんですけど、そのねお風呂入ってすっぴんだったりするんで、ただそういう意味ではすごく面白かったなと思います。あと私が持ってるそういうヨガのすごい、私にとってはすごい基本的なテクニックなんですけど、すごいみんながおーって思ってくださったりとか、
あとやっぱりすごいなんかリラックスしてくださって、すごい気持ちよかったですって言ってくださる方が多かったっていうことと、あとやっぱり終わった後の表情がいい方が多いんですよ。なんかね、ほんとね、こうなんていうの、顔のさ、こうなんていうの、こう整形したみたいになるんだよね。ちょっと顔がこう綺麗になる、なんかこれみたいな、シワが減ってないみたいな、すごいスッキリなの顔が、うん、皆さんなんかね、それがすごいいつも感じていて、レッスンの後とかね、ですごいそれはやはりその自分の中から出てくる表情とかなんだなっていうふうに思いましたね。なんかね、感じる時間はわざと多く取ったんです。今日は初めてだったし、したらやっぱり感じる時間、こんなに感じるっていうことをしなきゃいけないんですねっていうことを言われて、自分のね、感じるってどういうことか分かんない人って多いじゃないですか、自分の感情を感じたりとか、自分が何したいのか分かんないですとか、でもね、1時間こうやって時間を取ると皆さんね、すごい幸せな気分になりましたねっていうのは、やっぱり自分を見てあげることができるんだな、ヨガではと思います。なんかね、理論で分かんない人、その自分に優しくって分かりませんとか、自分を愛するって分かりませんとか、自分の感情を感じきるって分かりませんって人ね、ヨガとか本当いいですよ。理論づくめになっちゃう人、どちらかでも、私も結構そういうところがあったからヨガ良かったんだなと思います。素直になれない、その理論には素直になれない自分がいるけど、なんか体はいつの間にかそこに持っていかれるっていう、ということで、今日はヨガのレッスン大成功、その私とヨガの世界についてお話ししました。ご視聴ありがとうございます。またね。